よし、行けた。おはようございます。あ、みーさんアイスクリームとかき氷ありがとうございます。おはようございます。なんかさ、すっごいさ、画面がさもわってなってるんやけど、お、直った。いけた。皆さん大丈夫ですか？うん、直った。あ、なんてよかった。レンズの汚れ、多分指紋かな。だからなんか布で拭いたら良くなった。はい、テロップにも書いてある通り、今日はメイク配信をしようかなと思いまして、何気やったことないなって思って、うわ、起こされました。あ、おはようございます。何に起こされたんですか？はい、メイクを配信します。テリーさん、白ペンライトありがとうございます。いっぱい。高秀さん、アイスクリームありがとうございます。秋田先生さん、ハートいっぱいありがとうございます。そう、声で始めてるんですけど鏡覚えて、いつもね、一本はまつげがね、なんかすごいことになってる子がおるんですけど、今日はいますかね。あ、いました。よし、上まつげがこう生えてました。えぐいえぐい。まず顔は洗ったのね、さっき。どうしよう、いけないか。あ、伊沢さん、かき氷ありがとうございます。しょうまさん、かき氷とソフトクリームありがとうございます。まずは日焼け止め。あ、きみこさん、かき氷ありがとうございます。これを使ってるんですけど、ちょっとティッシュ取ってきます。これを縫います。手ですね。わかんないか。ちょっと薄い。手全体に縫ってます。あ、よくかき氷とソフトクリームありがとうございます。テリーさん、ファイトスタンプありがとうございます。製造さん、かき氷ありがとうございます。
つも下地、下地っていうか、なんていうか何ファンデーションとか塗ってなくて、早見はいつもこの日焼け止めに、日焼け止めベトベトするから、それをサラサラにするお粉だけ塗ってます。顔はよしちさん、アイスクリームありがとうございます。ちくさん、おはよう、ありがとう、言ってきます。あ、頑張ってください、ありがとうございました。いってらっしゃい。しょうまさん、ハートありがとうございます。いっぱい、クマゼミ、ネズミがめっちゃ鳴いてます外で。あ、しょうまさん、ハートいっぱいありがとうございます。あ、たくさんありがとうございます。あ、白いの分かるかな、これは。うん、エリモンさん、かき氷ありがとうございます。よし、で、なんか固まったやつがあるので、それをティッシュで拭き取ります。あ、ゆうやさん、かき氷ありがとうございます。あ、ソフトクリームありがとうございます。そしてこれです。はい、ちょっと映っちゃう、これ映っちゃうのでね、ここならギリセか、はい、ここならギリセだね、はい。あ、しょもさん、いっぱいハートありがとうございます。これを塗ります。お粉、口動いてるから寝起きじゃない。あのね、顔を洗ったので、ね、目が覚めました。結構ね、顔洗っただけで目覚めたんですけど、いつもなんかもうギリギリに起きすぎて、ちょっともう配信になってていいやって思って、いつもやってます。今日はメイクをする予定だったのね。あ、小型くやさん、カウントありがとうございます。完了、でもちょっとむくんでるかな。一回これは下地は、下地っていうか下ファン、顔は多い、顔じゃないな、ちょっとむくみ取ります。なんで、ティーはこれの涙袋をぷっくりさせるやつなんですけど、この涙袋のところに塗ってきます。あ、ちょっと待って、むっちょさん、どうぞ、かき氷ありがとうございます。トミーさん、ハートいっぱいありがとうございます。デコだ、デコまちみんさん、かき氷ありがとうございます。ソフトクリームありがとうございます。
こんな感じで塗っていったんですけど、で次はこれとこれで涙袋を作ってきます。2つ使ってるんですけど、基本はこのピンクの方かな使ってます。あ、メイさん、かき氷とソフトクリームありがとうございます。イコミズさん、ソフトクリームありがとうございます。このチップの方でいつも涙袋描いてます。で、この濃い、濃いね、ピンクを涙袋に。よろしくお願いします。じゃあ、今日はやるので、またね。あー、ありがとうございました。頑張ってください。またね。えりもんさん、ソフトクリームあ、たくさんありがとうございます。おっと、危な、ちょっと待って、ちょっと待って、これ。こっちに置く。よし。よいしょ。オッケー。バナナビーがジャカルタ行くって。そうですか。え、わかん、本当なんかな。え、なんかわかんないけど、ジャカルタのやつはあるけど、多分行くんじゃないんですか。うわっ、え、なんか詳しくわかんないんです、私。乗りすぎた。上から。よし、オッケー。この涙袋のギリギリのとこで、ちょっと濃いピンクを塗ります。ウニさん。いっぱいたくさんソフトクリームありがとうございます。可愛い人目がけなのでフォローさせていただきました。あー、けんちゃんさんありがとうございます。あみさん、ソフトクリームありがとうございます。オッケー。うん、焼き鳥先生さん、アイスクリームとのれんありがとうございます。あ、りょうさん、かき氷ありがとうございます。たくさん、今日は8時までします。すごい8時の仕方。ちょっとここで持ってたのね。この濃いキラキラのこれをアイシャドウ、アイラインか、アイラインを引くところらへんに塗ります。なん
かね、なぜにいつも涙袋から先にやってるんです。あんま今のとこ変わってないけど、なんかね、塗りすぎたらね、色的に怪我した人みたいになっちゃうんですよね。だから気をつけないといけないです。こんな感じですね。そしたら上の方もやっていきます。上の方はこの3色だけでやってるんですけど、いつもと同じようなんじゃ面白くないかなって思ったけど、どうしようかな。今日はじゃあちょっとピンク系でいきたいと思います。このこことここをちょっと混ぜて、ピンクを透明にして、この一番上に塗ります。そしたらこの濃ゆい涙袋でね、さっき使ったこっちを縫います。はい、こんな感じで縫ってますけど、見えてますかね。あ、デュエルノイドさん、かき氷ありがとうございます。ヨッシーさん、ソフトクリームありがとうございます。アミさん、ソフトクリームありがとうございます。フレアリードな気がする。初めてのメイク配信です。これはいつもね、すっぴんか化粧済みかどっちかなのでね、この茶色っぽいね、この色をアイラインのギリギリのところに入れます。どうですか、だいぶいつもとメイク違うんですけど、今日はよし、そしたらラメですね。色的にこっちかな、こういう方のラメを使っていきます。
おっと、つけすぎた。はい、アイシャドウは、あとは、あ、ムーチョさん、のれんありがとうございます。いい肌ね、ありがとうございます。いた、あ、ほら、はい、で、だいぶ完成したんですけど、あとは涙袋にこの大粒のラメを入れるだけです。この涙袋はあの中央だけ開けておいて、なんか周りだけピンク、こことここだけピンクで塗って中央だけ開けておいて、そこにラメを塗るって感じでやってます、いつも。はい、そしたら次アイラインとマスカラなんですけど、アイラインはいつもこのこれを使ってます。筆じゃなくてのペンシル系です。塗りますよ。ほいほいほい、アイラインが引きました。よし、おはよう、あ、おはようございます。あ、ちょっと待って、やばいやばい、なんか取るのさ。よし、そしたら次はビューラーでまつげを上げていきます。では根元からやるんですね。あ、メイさんどうぞ、ありがとうございます。根元からやって、お角の上にやっていくって感じなんですけど、よし、はい、ま、眉毛が上がりました。ちょっと分かりにくいな、ここでは。よし、ではこれじゃない、これを塗ります。マスカラを塗ります。マスカラを塗るときは塊、まつげに塊ができないようにしないといけないんですけど、いつも上まつげはいけるんです。全然問題はね、下まつげなんです。はい、あー、来るかな、動画に行くか。よし、いや怖い。
ました。とりあえず目は行きましたね、ということで顔かわせるかも。にゃおにゃお聞こえた今。おはようございます。おはよう、おはよう。あら、鳥居のちょっと片付けます。これでメイクはね完成しました。なんかねまだまだ全然メイク用品とか持ってなくてあれなんですけどね、最近はずっとこのメイクでやってますけど、なんかたまに違うメイクをしたりもしますね。アイシャドウを2個持ってるので、それで色系統が全然違うのでね、今日はピンク系でやってみました。これで今からは前髪を髪の毛するんですけど、前髪は前髪じゃないわ、髪の毛はストレート、髪の毛はそれでちょっとストレートのやつ持ってくるんでお待ちください。事件が起きました。アイロンがない、どうしよう。ロアさん、ソフトクリームいっぱいありがとうございます。もっくんさん、ハートありがとうございます。やばいやばい、前髪がね、なんか変なのがいいよね。扇風機がね、いるのでちょっと見つけたのでキープだけ大容量です。ドーンビッグ M カーよりでかい、それは全部か。めっちゃでかいねやつ、これ3本ぐらいあるんですよ。まだ1本目です。おはよう、おはよう。
界でっかいケープです。よし、とにかくじゃあ前髪をね解きまぐります。2回じゃなくそんなめっちゃもう300です。 300g。 ケープスクショしたいから見せて。はい、ケープです。ちょっとケープ隠しとこう。OK。 扇風機から前髪を守り抜きたい。無理だ。いけたいけたギリギリいけた。よし、守り抜いたぞ。ビッグだ。そう、ビッグなんです。 300g でレベル4だから結構強いやつ。リオピがやみ猫ちゃんに会うの楽しみにしてた。うそー、やったー。あ、でもさ、リオピのさ飼ってる子たちみたいな。ちょっとこれだけ直しとこ。え、分からへん。ママが買ってきてくれたからなんか知らないんですよこれ。むちゅさん、かき氷とソフトクリームありがとうございます。ゴーシーさん、ソフトクリームありがとうございます。これめっちゃいい匂いなんですよ、このアホ毛止めが。もう皆さんに欠かせてあげたいくらいです。クイーってごめんなさい。あゆみちゃんの、あゆみの猫ちゃんなんていうの、あゆみの猫はあれです、麦ちゃんって言います。猫の麦ちゃんとビビっていう名前の子が一人と、あとは黒猫の子がいるんですけど、その子の名前が迷ってます。ニャオが泣いてる。麦ちゃんが泣いてます。ママ、はい、アイロンどこか知ってる？アイロンって何のアイロン？まっすぐにストレートアイロン。そう。ありがとう。おはようございます。ママが起きたよ。うん、ありがとう。よし、じゃあアイロン開始します。ママがアイロン持ってきてくれた。一回扇風機止めようか。あとずっとコメント。高秀さん、早速にありがとうございます。髪の毛マスカラじゃないです、これアホ毛止めです。むちゃさん、星レンボスターありがとうございます。3人いるので、そうです、増えました。私猫ちゃん、そう2匹増えたの。子猫ちゃんかめっちゃもちっちゃい、こんなもうやばいよ。
これニャンニャン泣いてる。そうニャンニャン泣いてます。何かが欲しいのかな。ちょっと待ってくださいね。とりあえず扇風機買ってました。新規さん、新規さん、新規さんはね、ルームスで写真をあげたので、気になる方はぜひ。140度、120度でいきます。はいはい。ありがとうございます、はい、猫ちゃんがね、あのね、アクティビティの方に載ってるんですけど、またいつか動画も載せたいなと思ってて、すごい私がお気に入りのね、あの子たちの動画あるんです。よしちさん、ソフトクリームじゃなくてアイスクリームありがとうございます。武藤さん、ソフトクリームありがとうございます。うち昔飼ってた猫がこたつで産んで増えた子も、すごい。あれですか、メスとオス飼ってたんですか。ふみちゃんの猫桜耳の子やからね、でも男の子やし。ハゲ止めなんてあるのね、男でも気になるから欲しい、ね、普通なんかね結構売ってるんですよ、ドンキとかでね。でめっちゃいい匂いこれ。最高。好みの手を投げないよ。あ、見てくれたんですか。ありがとうございます。あ、高政さんとあいかき氷ありがとうございます。そう、黒猫ちゃんとなんかしましまの子？なんていうのあれ？わかんない。いや、ちょっと大きいな、これ。やっていきましょう。よいしょ。うんうん、まあまあ、だいぶできますね、これ。これ広げます。ストレートの方が良かったかも。やっぱ巻かずにいきます。もういきます。浮いた浮いた、ライオンが浮いたよ。はい、そしたら今度は140度かな。で、とりあえずまずキープします。指にね、つけてこうやって直角をキープします。なんかもう手かれすぎてすごいことになってる。
ておいて、内側もやってね。止めて毛先を揃えて、新しい保護猫なんや。そう、むぎちゃんもね保護猫なんですよ。なんか保護猫を引き取った感じです。あ、たくまささん、いっぱいかき氷ありがとうございます。やしっちさん、アイスクリームありがとうございます。たくさん、そう、むぎちゃんもなんですよね。むぎさんもその引き取った感じです。あゆみが結構やっぱむぎちゃんもうね4年一緒にいます。嘘、4年は嘘といた。3年一緒にいます。今年で4歳やから、多分過去、多分、え、多分の11月、え、11月頃に来たの覚えてるんですけど、4年生の時やったか3年生の時やったか。変な外羽がおる。これをまっすぐにします。はい、だいぶねまっすぐなってきましたけど、ちゃんとピーって見ないと。麦さん4歳、4歳か3歳ぐらいだった気がする。あ、あつおさん、かき氷ありがとうございます。あ、ニックさん、ソフトクリームとかき氷ありがとうございます。うん、お、ゆういちさん、だるまありがとうございます。はい、ここがめっちゃうねってます。あ、鳥太郎さん、かき氷ありがとうございます。
プレートとかね普段あまりしないんで、めっちゃ久しぶりにします。よしよし、そしたらここら辺の毛を持ってきてるの。熱っ。髪の毛がちょっと一個切れます。やっほー、やっほー、おはよう。おっと、間違えた。よし、そしたらここね、ゴーンってやって、グイーンってやって、バーンってやります。あみさん、レインボースターありがとうございます。よいしょ。なんかここは大きいかな。OK。 他がなんかうねってるような気がするけど、よしよし、絶対うねってるね。麦麦麦、反応しない。まあいいや、来たら撫でよう。よし、だいぶいけました。色こっち側の、完成です。やばい、むせた。よいしょ。アホ毛もね、丁寧に止めます。よしよし、よし、オッケーオッケー。お、焼き鳥先生さん、ビーチボールありがとうございます。だいぶ感じ、あ、ヤシッチさん、花束もありがとうございます。あ、
ケープのじゃなくてアフリカの匂いがつきました。じゃん。よし、完成です。いけたです、いけたです。あとはリップも塗って、リップクリームもさっき塗りました。リップクリームはこれで塗ったんですけど、あとはあリップ塗ってない、リップ、これがいつものあやみですけど、よし、よし、開いた。これ縫います。だいぶいけましたね。あ、むーちゅさん、猫ありがとうございます。外れちゃったけど、たくまささん、かき氷ありがとうございます。いいアイドル。りょうさん、ソフトクリームありがとうございます。あ、たくさんありがとうございます。よし、待って、もう55分や。この間の色すごいです、薄めと濃いめの。メイクしてたらこんな時間になってました。あ、りょうさん、かき氷たくさんありがとうございます。でも男女見ます。いきます。13位ロンさん、ありがとうございます。12位ニックさん、ありがとうございます。11位トミーさん、ありがとうございます。10位たけどんさん、ありがとうございます。9位しょうまさん、ありがとうございます。8位たかまささん、ありがとうございます。7位りょうさん、ありがとうございます。6位焼き鳥先生さん、ありがとうございます。5位テリーさん、ありがとうございます。4位めいさん、ありがとうございます。3位みーさん、ありがとうございます。2位やしちさん、ありがとうございます。1位むーちょさん、ありがとうございます。やばい、めっちゃママが入っちゃってる。
鳥取太郎さん、鳥取太郎さん、かわいいスタンプありがとうございます。もいちゃさん、拍手スタンプありがとうございます。めっちゃマキが泣いてる。ありがとうございます。ありがとうございます。わおわおわお、もいちゃさん、ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れした。仕事行ってきます。ありがとうございました。何やった？何に？ママのムーチョさんへの感謝。うん。だってまだ切ってないよ。まだ切ってないの？うん。こんにちは。よし、皆さん仕事方頑張ってください。ありがとうございました。あ、今来たかも。あ、今ムーチョさんが。ありがとうございますって。今多分ママがムーチャさんありがとうございますって言ったぐらい。ラグビー。うん。だから時差。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。また6時から配信するので、それも見てくれたらありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。バイバーイ。またね。